まちづくり3点目でございます。まちづくりはこれはもうだいぶ討論会でも出てございますので、今更でございますけれども、新視聴者につきましては昨日申しました通り、10階建て100億円の新庁舎を作るというお金は森にはございません。これを大胆に圧縮をして、そのうち窓口機能、こちらをアウガの1階から4階に移してまいります。これにより総合窓口というものを実現する。駅前の利便性の高いところに、交通弱者の方にも行きやすい総合窓口ができて、しかも新市庁舎の整備費、これを圧縮できる。一石二鳥三鳥の効果があると私は思ってございます。他の候補者の方、いろいろおっしゃられましたが、最も財政負担少なく、しかもスピーディーにできるのはこの案ではないかと私は自信を持って申しております。ですので、市役所、それからアウガ、そしてこの次にあります青森駅、これ一体に考えました。